あまりに動かしすぎると、ああいうカクカクになるみたいなんで。メル、でか、やるのが大変だ、何があったんだ？ほら、地獄島のマートルで負けた奴は床に穴が開いて落っこちてったろ。あ、そうだ、あれか、お前も落っこちたんだよな。怪我は何か？ああ、落っこちた時はマットが引いてあって安全なようになってたんだ。けど、相手の奴は頭から落っこちたらしくて。あいつ頭がでかいだろ？それでどうだったんだ？心配だね。もう怪我じゃなきゃいいけど。なんか、イベントだから大丈夫なんだけれども、仲間と浩二さんが亡くなったのを思い出すよな。頭を強く打ってっていうので、意識不明の重体っていうのに。いや、人が運ばれたのはどこの病院だ？じゃあ行こうぜ、病院にさ。行こうだってだと、お前、エノアグランプリどうすんだ？んなこと言ってる場合じゃないじゃん！なんとか、オート電話だ！いや、アイドン、お前大丈夫なのか？いや、アイドン、無事なんだな！よかった！まあ、任せろ、決定！いや、アイドン、応援しといてくれ！これで心置きなく戦えるな、ネット。勝てよ。ああ一発かましてくるぜ。すごい歓声だ。ヘザクの試合勝負がついたのかな。行こう、ネット君。それじゃ、行ってくるぜ。ネット、ネット、おお、ネット選手じゃないか。今会場ではエンザン選手とキュウ選手がすごい戦いを繰り広げているぞ。エンザンが手こずってる。ネットバトラーキュウってやつそんな強かったのか。ネット君、そこの巨大モニターに試合の様子が映し出されてるよ。エンザン負けるなよ。さすがオフィシャルのエースネットバトラー。貴様こそ、量産タイプのアビと思えんパワーだ。何者だ？お褒めに預かって光栄だが、この姿でお前の相手をするのはやはり無理があるよな。この姿？ブルース、注意しろ！は。うわ、デザートメタモルフォーゼ。待って、デザートメタモルフォーゼはまだ早い！4、3、2、1、9。俺のロマンデザート、これが俺の本来です。デザートはまだブルースを倒すんじゃない。なんでだ、なぜこいつをデリートしてしまうの。それじゃテレビ的に面白くないだろうが、視聴者は常に予想を裏切られる展開を期待してるんだ。もっと引っ張れ。簡単にデリートしてしまったら視聴率は取れ。派手な技で時間を稼ぐんだ。ブルース、気にしてろ。は、覚悟やれ。デザートミラージュ。どうだ、蜃気楼の世界は。お前の視界はぐちゃぐちゃだろう。まともに攻撃することができないだろう。ゆっくりと料理してやるぞ。ブルース、ブラインドモード、ブラインドモード、そこ、デザートミラージュの中でまともに攻撃できるのか。そんなまやかしの技ブルースには通じん。伊集院さん、ブルース、アイリー様が警戒するだけのことはある。やはりお前たちはここでデリートしておく必要があるな。ワイリーだと？貴様、今ワイリーと言ったらワールド3のオペレーターか。そうさ、ついに正体見せる時が来たようだ。
カメラ三方向中心に映してよ。お前一体誰なんだ。年齢、性別、出身地、一切不明。とにかく何にもわからない謎謎謎の謎だらけ。ネットバラー Q。 しかしてその実態は、N1 グランプリの番組ディレクターにしてワールド3のオペレーター、砂山ロバル。なるほど、俺たちは貴様らの手の上で踊らされていたということか。そういうことなのぜ。しかしなぜ N1 だったという大舞台を狙った。普通ならメタ魂を選ぶものだろう。全く逆さ、目立てば目立つほどいいのさ。僕たちワールドフリーが全力するためには、この作戦は絶対に必要なのさ。ロメタさん、世界中にテレビ中継されるこの大会で、名のあるネットバトラーを貴様が倒すことによって、ワールドフリーの力を世界中にアピールするのが目的だな。その通りさ、なかなか間違い。エースネットバトラー伊集院炎山が敗れる姿が世界中のテレビで放送されるんだぜ。そしたらワールド3にはあの伊集院炎山でも勝てなかった。ワールド3に勝てるやつなんかどこにもいない。ワールド3に逆らってはいけないとなるわけなのさ。チープな作戦だ。もし俺が勝ったらどうなる。ワールド3は小学生のネットバトラーに負けたぞ。ワールド3なんて大したことだとなるんじゃないのか。お前には絶対僕に勝てないわけがあるのさ。なんだって僕は N1 のディレクターなんだぜ。わかるだろ。まさか貴様、エタ、何やってんだ。こいつワールド3のオペレーターだろ。捕まえちまおうぜ。光、下がった。俺に任せるんだ。ここは場所がありね。もっと盛り上がる舞台用意してあるんだ。そこに移動するとしようか。正面、おう。伊集院炎山、今から一人で編集室に来るんだ。そこで勝負をつけようじゃないか。炎山、俺も行くぜ。キカリ、貴様はここで待ってろ。奴は俺を殺めだ。ナト君。炎山、追うぞ。伊集院炎山株式会社 IPC のオンゾース、そして日本屈指の実力を持つエースネットバトラー、自らカスタマイズしたネットナビブルースを操る。オペレーション能力、カスタマイズ能力、どれをとっても一級品。君を倒せば僕たちは随分仕事がしやすくなるのさ。ネットバトルか。なんだ、君のペットが欲しいのさ。君のペットとお父さんを交換しようじゃないか。君のペットを僕に渡しな。そしたら君のお父さんは解放しよう。卑劣だ。この業界、いい家と視聴率さえ取れれば何をしたって構わないのさ。なあ、もうなんか本当にこれが、いい家と視聴率さえ取れれば何したって構わない。正直高校生クイズが今それになっちまってんだよな。あの化け物レベルの高校生クイズになっちまったのも、28回から32回のあの分で視聴率が上がっちゃったために、それでいいと思ってしまったから42回もあんなになっちゃったんだよな。さ、少し時間をあげるからさ、その間に考えなよ。エンザさん、ペットを奴に渡してください。まさかエンザが大企業の落としちゃったなんて、てなこと言ってる場合じゃない。早くエンザパパ助けないと。何かいい方法ないか。せめて一瞬でも砂山の木を育てられたらいいんだけど、何か使えそうなもの持ってる。そうだ、ナロクマン、そんなんなんだけどさ。仕方ないね、緊急事態だもんね。でも絶対外しちゃダメだよ。俺は信用しろって。
時間だよ。ブルースとの別れは済んだかい？さ、ペットを渡してもらおうか。ブルース。この編集室に仕掛けられた隠しカメラ映像を見ている全国の皆さん、じっくりとご覧ください。日本屈指のネットバトラーがワールド3の群馬に下らる瞬間です。今まさに伊集院炎山のペットがワールド3砂山のものに手渡され。いけロックバータイク！炎山、今のうちにパパを炎山、パパ安全なところへ早く！砂山、今度は俺が相手だぜ！そう、お前か！僕の頭にペットなんかぶつけやがったのは、さっきのところは編集でカットしてやる。今回は生放送だった。クソ、編集できないじゃないか。とにかく、よくも僕の計画を台無しにしてくれたな。超ムカつくぜ。レーザートマン、そいつをデリートしないな。ぶっ倒してやるぜ、ロックマン！バトルオペレーションセット、いい！確かこいつは手がいろんな形に変わっていくっていうパターンだったよな。このようにしまったな、この状態だと。ねえ。状態で攻撃やっぱできねえか。マジかよ、デザートマンが負けるなんて。スラマン、金しろ！この間のバブルマンの暴走でワイリー様かなり機嫌が悪いし、ここで捕まるわけには。もう逃げられないぜ。なあワイリー様、もうハイリーだって好きやり。どこに行くんだ？バブルマンみたいなことしろって追い詰めたぞ。逃げても無駄だぜ。テレビ局の周りではオフィシャルが待機してる。砂山のぼれ、オフィシャル権限でお前を逮捕する。結局こういう結末か。悪が裁かれるのは王道だしな。あのさ、一つだけ頼み事があるんだ。なんだ？今回の N1 グランプリの視聴率が出たら、教えてくれない？牢屋の中じゃ、テレビ見れないだろ。
まあ、いいだろう。こちら伊集院です。犯人を確保しました。連行してください。光。結局 N1 グランプリは中止になっちまったな。事件が起きなかったら、俺たちで決勝戦できたのにな。いずれ貴様とは決着をつける。いずれな。けど、N1 グランプリにもワールド3が絡んでたなんてな。奴ら今度は何を企んでるんだ？わからない。けど、とても嫌な予感がする。学校の事件の時に、ワールド3のオペレーターが言ってた、大いなる災いって言葉も気になるし。なあ。ネト君、今日は帰っちゃおうよ。今は疲れた体休めないとね。そうだな。今日は一日中バトルしっぱなしだったからな。そうだ、ヤイトの見舞いにも行かなくちゃな。で、しくりじゃよってくらい。まあ、いよいよ、二つのデトラコードは足の手の中にある。残り二つのデトラコードが手に入りさえすれば、あの怪物を現代に復活させることができる。そうなれば、ネットワーク社会など跡形もなくデリートできる。兄さんとは何じゃ、ワイリー様と呼ばんか。ったく、最近の若い子は、なんで今日はどこに行ってきたのじゃ。そうか、よくやったぜ。その地道な活動がやがてこの星の自然を救う。ネットワーク社会を早くデリートすれば自然は全てなくなってしまうぞ。いや、ちょっと待てよ。これちょっと今現在にもちょっと、考えさせられる。次のターゲットは、ブルンジ。その建物の中にはデトラコードと呼ばれるデータが隠されている。デトラコードは自然を守るために必要なプログラムなので、お前はそれを奪って帰ってくればいい。いい子じゃ。ええか、お前はわしの言う通りに動いてさえいればいい。そうすればこの星の自然は救われる。さあ、行け、あなた！テトラコードを奪ってくるのじゃ。N1 グランプリはワールド3が関わっていたため、オフィシャルの操作が始まり、決勝戦を前にして、中止となってしまった。それから1週間後。そういや、そうだな。そろそろ見舞いの人でも行ってやるか。お、いいな、行こうぜ、行こうぜ。そうと決まるよ。そうと決まれば。決まれば早速出発しようぜ。ヤイトの入院してる病院って、確かビーチストリートのすぐ近くだったよな。早く行こうぜ、デカオメール。よし、出発だ。で、一気にすっかり忘れた。ほんと、ちょこちょいだな、ねえとこは。お見舞いはそちらだったのね。そうだな、ちゃ。ついてねえの。マリ、先に病院行ってるから、すぐ追いつくからさ。さっく、どうしなやつだ、早く来いよ。やっと終わったぜ。ねえ、とこお疲れ。さ、ヤイトちゃんのお見舞いに行こう。なあ。昨夜、デンサンシティ症候群にある3カ所の化学工場がツタのような植物に覆われ、工場の機能が完全にストップしてしまうという事件がありました。なぜ突然この植物が急成長したのかなどの原因は分かっていません。化学工場から出された廃棄物が原因ではないかとオフィシャルが調査を進めています。あれ、ひったかやったやつですね。やいとも前に行くんだ。僕も入院したことあるから分かるけど、病院行って暇だよね。やいともきっと喜ぶと思うぜ。クラスにあんな顔見なかったな。終わったというか、潰れたというか。確かビーチストリートの奥にあったんだよね。バス停だ。しかし、いくらバスを待っても一向に来る気配がない。
奥で何に最初行った時あれだな。あのまま終わってだいぶここも落ち着いたのな。でもいや、潮騒海岸にあるからこっから左側じゃない。やれやれ、行き止まりだったんだよな解体の時は。ちなみに病院とか医院って入院しているベッドの数によってなんか言い方が決まるらしいです。あれで。でも登ることは難しそうだね。命の育成システム管理室入り口と書いてある。はい、チップトレーダースペシャルです。はい、リセマラやっていきましょう。いきなりエアシュート参加。バリアブルソード。ブラザーフット。メタルマン V2。バンブーソード。バリアブルソード。前のやり方で。ビーアロー。スパニッシュって結構いいように思えるけれども、相手が奪ってくれなきゃ全く意味ないですからね。要するにあれですね。エリアスシールと同じやつです。ロール V2。同じやつが2回連続で出てきた。
ここのチップトレーダーは、64分の4のレア度5のチップから、うん、っていう抽選方法で、まあ結構、リカバリー300やら、ラビリングやら、ヨーヨー3、ここら辺が、プリズムとかが出てきてくれりゃ、かなりいいけれども、全部やってみるか。1枚チップのところに行きます。マグマキャノン。ガッツストレート。一応フラッシュマンは回数になってんじゃねえかって思い始めてきた。と思ったらコピーダメージやらスチールパニッシュやら。バリアブルはいらねえ、正直言って。あのコマンドはね、絶対できない。
クロス。最低のあれが出てきた。ちょっと水気は残しておきたいんで、カバに150をゲットしたら、そこ上げの攻撃をやってるからよしとするか。はい、キャノンはいいわ。手にした時にすごいパワーを発して攻撃。どういうこっちゃ。あ、そっか。出した後にロックマンが後ろに行ったっていいんだ。72メガもあったんだ。ロール V2。
こまでにしておくか。でも、なんか知ってるな。もういつ見ても立派な木じゃの。この木を見ておるとわしも頑張らんといけないって思えてくるんじゃよ。この病院のシンボル、命の木だ。この木もまた科学技術で育成されているらしい。小児科の診察室だ。巨大な注射器を持ったウサギの甘えが不思議と子供たちを落ち着かせる。ドアの下に何か落ちてる。デスマッチ。いやいや、病院にデスはあかんだろう。非常口だ。電子ロックがかかっており、ここからでは開かないようになっている。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。いやー、スペシャルで、だいぶ底上げできましたね。で、あと、今日本当は、まあ、ウルトラ怪獣モンスターファームやろうと思ったんですけれども、ど田舎だから絶対に予約なしでも買えるって思ったら、なかったです。まあ、ついてくるやつで皆さん飛びついて、転売目的で買ったっていうのが、あれでしょうな。では、失礼します。